皆さんこんにちは。こんにちは。商店様に使える商夫婦です。今日もよろしくお願いします。今日はですね、よく質問でされるんですけども、商店様のご神言、ご神言ですね。はい。何回唱えればいいですかと。まあ、できるだけその通りなんです、できるだけたくさん、まあ、はい、その通りなんですけども、はい、よく皆さん回数をですね、気にされて聞いてくる、相談してくる方が多いんですね。そうですね、まあお仕事前にね、唱えていかれる方とかでしたら、そうですね、特に早起きしないといけませんからね。はい、まあ商店様のね、お札を自宅に祀られてる方はね、朝と晩と、ちゃんとお手を合わせしますしね、まあお寺に行かれてもね、やはりご神言は唱えると思うんで、そうですね、はい、その時にまあどうしたらいいのかということなんですが、まあ答えからすればですね、今正馬が言った通り、まあ大いに越したことはないんですね。そうですね、ですから、まあ、回数を気にするというよりも、まあ唱えれるだけ唱えればね、良いんですけども、ただ少なくともという回数もやっぱありますしね。そうですね、はい、商店様を信仰して、商店信仰して初めて、まだそのご神言もたどたどしいと、いう場合はですね、まず一番最初は7回からスタートしていただければいいと思います。そうですね、一生懸命心を込めて7回ならば十分通じます。はい、そして次にまあ、7回はね、すぐ慣れると思いますんでね。で、すぐ終わりますね。終わりますからね。時間的にもね。はい。できたら、その次にまた進んで、21回。そうですね。はい。7の次は21回ですね。で、これもですね、すぐ慣れると思うんですね。そうですね。もう、スラスラ言い始めると、あっという間ですね。はい。もちろん、ご神言、商店様のご神言ね。まあ、ご神言というのもいろいろありますけども、まあ、皆さんがよく言われる、恩気に逆運すわか、または恩気に逆運すわか、まあ、これ宗派によっても異なるんですけども、短いですから ね、 そうですね、21回なんてあっという間なんですね。そうですね。であらば次100回、唱えましょうということで、で年次を持ってですね、もう100回にもなればちょっと数えれないんで、頭の中では。そうですね、はい、集中で数えとったら今度集中できないですからね。1回2回ってやりながらするとね、もう何回、ここは回数の方がメインになってきますよね。そうですね、意識がね、回数を意識して唱えてもダメですから。そうですね、はい、回数はもう数珠を持ってね、数えていただければ、そうすれば必然的に100回が108回になるんですけどね、それでよしなんですね。はい、はい、でまあ細かい話ですけども、まあ、108を100としてね、話を進めていきますけども、まあ、そういう形で徐々に進めていただいてね、まあ、目標は一応1000回と。そうですね。数珠を持って数えれば1080回となるわけなんですけども、ただですね、これは実際に商店様から言われたお言葉を、今日は皆さんにシェアしたいと思います。はい。このご神言の回数について、商店様から授かったお言葉があるんですね。まあその言い回しはちょっとまあ別として、結論から言えばですね、100回未満、要は100に満たない回数ですね。これは商店様に認めてもらえません。そうですか、ね。はい、言われましたよね。言われましたね。これはね、認めてもらえないんですよ。ただ、先ほども言った通りね、やり始めたとこで、商店信仰をね、始めたとこで、まだたどたどしくてね、無理があると、いう場合は、もちろん構わないですよ。商店様も認めてくださいね。はい、ただ、すぐにね、慣れますので、そこで怠ってはダメなんですね。無理はダメですけど、努力はすべきなんですね。そうですね。で、努力すればですね、申し訳ないですが、初日からでも、紙を見ながらでも構いませんので、100回はできます。できますね。やろうと思えばできます。要は、気持ちがあるかどうかなんですね。初めてでも、紙を見ながら100回唱えようと決意すればね、できるんですよ。そうですね。それが努力ですね。で、例えば朝もお忙しいと思います。思いますけどもね、
やはりちょっとした時間というのはやはりこれビジネスの世界でも言われることですけども、時間は作るものですからね。そうですね、はい、作ろうと思えば作れるものですね。そうです、ですから商店様もね、皆さんのために願いを叶えてくださるわけですから、うん、ご利益を授けてくださるわけですから ね、やはり人間としてもね、怠ってはダメだと思いますね、うん、努力は必要だと思います、で努力すれば100回はねすぐにできます、うんうん、まあ1000回はねちょっと辛いかもしれませんけどもね、100回はねできます。数珠一周ですからね、一周ですから短いですからね、できますんで、ぜひ、もしよかったらね、100回は、してください。そうですね、うん、できないのであれば商店様もできるかね、できないか、まあ要は怠っているのか、まあ、もう一つは無理なのか、それとも怠っているのか。そうですね、これはね商店様は全てご承知なんですよ、ですからその方がそのものが、無理な場合は商店様も何も無理はおっしゃいません、ただ怠りがあってしていない場合はこれは認めてもらえません。そうですね、はい、できるのにまあいったっていうのはダメですよね、はい、これは認めてもらえません、それが自分自身怠りなのか、否かは自分で自問自答してみてください、はい、でもし怠らずに努力すれば100はいけるとなるんだれば唱えてください。そうですね、はい、それなのに100しないと認めてもらえませんからね、はい、これは実際に私ら小夫婦が商店様から直々に授かったお言葉ですから、そうですね、皆さんにシェアしておきますんでね、今後の商店振興に役立ててください。頑張ってくださいね。はい、今日も最後までありがとうございました。ありがとうございました。今後とも商店様に使える商夫婦よろしくお願いします。よろしくお願いします。